はい、この土地、ありがとうございました。ちょっと16という形で、はい、あまり歯が立たなかったんですが、いやいや、とんでもないです。少しアドバイス等をいただけたらと思います。そうですね、まあ、ちょっとダブルホールドがあの菅井コーチ多かったんで、 そこはね、こっちラッキーでしたけど、あとはまあ僕的にね、菅井コーチやってるとこう一発やられると、あの速いボールでウィナー取られちゃうんで、そこ取らせないように先に仕掛けるっていうのが僕の作戦だったんで、それがうまくはまったかなってところですね。はい、あとはなんかこう単発ミスをなるべく減らしていくといいのかなと思うんで、はい、うん、やっぱラリーしてからチャンス待ちして、アートの持ち味であるこうウィナー取れるようなあの速いショットっていうのを打っていければいいのかなと思いますので、はい、そこを次やってみてください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。